自由の禁術、代償は命。今日回は、真と引き換えに死ぬのか？皆さんこんにちは。宮司のコーランです。今日回は、真と引き換えに死ぬのかについてお話ししていきたいと思います。ぜひ最後までご覧くださいね。なお、こちら本誌ネタですので、単行本派の方はご注意くださいね。宝剣との死闘で、白氷の勝利をつかむも、自身も力尽きてしまったシーン。そんなシーンを復活させるために、今日回は、知恵の秘術で復活させようとしています。ですが、その秘術は禁術であり、自身の命を代償にするものでした。では、この禁術でシーンを復活させたとして、今日回はどうなってしまうのでしょうか。禁術を使った今日回の今後は、どうなるかを予想してみました。他にこうだと思うという意見や、こうなってほしいなどありましたら、ぜひ、コメント欄で教えてくださいね。1、史実では、その後の活躍も、まず、前提条件としては、教会死亡の可能性は低いと思ってます。というのも、史実では、教会はその後も登場し、超滅亡の戦いまでは、記録が残ってるのです。史実では、この戦いの後、王戦、ヨウタンアと、趙の艦隊を攻めて滅ぼしています。そのため、普通に考えれば、ここで死ぬことはなく、生存する可能性が高いかと思います。とはいえ、今週の描写を見てみると、真の復活と引き換えに死亡しても、おかしくないほどの禁術を使っています。さすがに、死の淵から復活させる禁術が、軽い代償で済むとは思えません。では、私有の禁術を使うことで、教会はどうなるのでしょうか？ありそうだなと思える展開を3つほど予想してみました。2、可能性1、私有の力を失う。まず、今後の展開を考えても、最も自然で、ありえそうかなと思うのがこちらです。禁術を使うことで、私有としての教会は死に、力を失うという可能性。これまでも、私有の力はキングダム作中で、バランスブレイカー的な存在でした。一部のファンからは、この力は不評で、世界観を壊すという指摘もありました。さらに同じような破格の力の使い手である、宝剣もちょうど倒しており、このまま行くと、武力面では、超能力により、教会一強状態になります。そうならないためにも、調整的な意味も含め、私有の能力を封印させるのかなと。これなら代償としても大きいので、納得感もあるでしょう。また、自身の大きな武器を失ったことにより、戦力ダウンと考えた教会は、将軍としての力を鍛えるために、一時、王戦軍への出航をするという流れも、自然な展開として描けるでしょう。3、可能性に、寿命が大幅に縮む、あるいは、精神世界の幽霊の言葉通り、寿命が大幅に縮むという可能性も、この可能性が考えられる理由としては、史実での教会の登場期間です。王戦と共に趙を滅ぼすほどの将軍ですが、史実では趙以降は登場していません。もしかしたら、この記述により寿命が縮み、簡単の戦いの直後くらいに寿命が尽きる、という展開もあるかもしれません。それこそ、途中で寿命が尽きて真が見取り、お前と共に天下へ行くという表と同じ道をたどるのかも。もしかしたら、この教会の死亡は、定の理心大敗の永遠になるのかもですね。4、可能性3、死亡して入れ替わる、あるいは、大穴としての可能性で、本当に死亡してしまうというパターン。この場合は、史実の記述と矛盾が生じてしまうことになります。となると、作詞の王戦のことですから、教会の名を語るのかもしれません。教会は、主会平原をはじめ、これまでにも、大きな武功を挙げており、列国に対しての影響力も、決して小さくはないでしょう。なので、味方の戦意向上や敵の士気を削ぐために、教会の名を利用するのかも。幸いにして、王戦軍には白羽という、驚異的な武力を誇る女性武人がいます。彼女に、教会の名を語らせて、挑戦で活躍させるのかもしれません。まあ、展開としては可能性は薄いでしょうが、大穴としては面白いかもですね。では、これらの展開を挙げましたが、今後、どのように物語が進むのでしょうか？私は推す展開はこちらです。5、私の推しは、私としては、
ニノシユウの力を失うという展開がありそうかなと思いました。このパターンは最も物語を自然に動かし、かつ納得感もあるかなと。やはりホヌケンがいなくなった今、シユウの力はバランスブレイカーすぎるでしょう。このまま教会が成長していけば中華最強になる可能性も非常に高いです。主人公のシンを差し置いて副長の教会が最強というのも収まりが悪いですしね。また史実通りに王戦と行動を共にさせる上で、シユウの力を失った方が都合がいいでしょう。武人としての力が落ちた以上、将軍としての指揮力を鍛えるという名目が立ちます。やはりこのシンの復活劇の影響でシンとの絆が深まり、そのまま嫁老僧に決着という可能性も十分に考えられますね。もう主海平原戦も終わりそうですが、どう決着をつけるのか楽しみですね。他にこうだと思うという意見やこうなってほしいなどありましたら、ぜひコメント欄で教えてくださいね。本日はここまでです。ぜひチャンネル登録、高評価をお願いします。もしリクエストがありましたら、コメントやツイッターで教えてください。以上、宮司のコーランでした。またね。